藤田文武君、はい、委員長、え <laughs>、日本維新の会の藤田文武でございます。あの私の前の山ノ井議員が濃厚接触者の件について取り上げてまして、まああの表現ぶりは少し違うかもしれませんが、まあ、私自身もですね、同じ問題意識を持っておりまして、その件についてまず冒頭したいと思います。あの我々はですね、あの我が党としてコロナ対策の提言書を 厚労大臣、お忙しい中、お時間いただきまして、あの提出とともにディスカッション、生産的なディスカッションをさせていただきました、その説ありがとうございます。その中でも、提言、あのいくつか入れさせていただいたことを今日少し確認しつつ、我々のあの提,提案も盛り込みたいというふうに考えております。まあ、そもそもですね、今、感染拡大がものすごいスピードで起こっているわけでありますけれども、 これはやっぱり我々が認識しないといけない前提として、感染拡大を完全に抑えきるという隔離政策が、果たしてこれがこのまま続いて良いものだろうかという、そういう前提に立って、特にですね経路不明の感染者が非常に多くなってきているもう誰がどこで感染しているか分からなくなっているということ、それからですね海外のデータも含めて、このオミクロン株はですね感染力が強い反面。 まあ重症化率率致死率が低いといいいととう特徴も、まあ、これデータとして出てきて出きるわけでございます先週はです、ね、医師会の中賀会長が、リスクの少ない若年層にはインフルエンザに近いものと考えられると、経済の再活性化と感染拡大の防止を両立を目指す段階に入っているということは、まあ、言及されたわけでありますけれども、先ほどの,あの山野井議員の話にもありましたように、この濃厚接触による社会機能が、 かなり止まってしまっていて、困っている方がたくさんいらっしゃるという問題について、これについて、総理の見解をお聞きしたいんですが、これ、先ほども科学的見地からという、基づいて冷静に判断するということをおっしゃられましたが、まずこの隔離期間のですね短縮が、われわれも提言しましたが、10日から、ごめんなさい、14日から10日。 そしてセンシャロワーカーが6日、医療従事者は PCR 等を含めて0日というふうになりましたが、これの根拠についてまず確認したいと思いますまず厚生労働大臣、後藤茂之君。待機期間、濃厚接触者の待機期間につきましては、感染してから発症するまでの期間、すなわち、 潜伏期間に基づいて、科学的知見により定めておりまして、国内の積極疫学的調査によれ得られた情報、発出による発生届の状況等、国立感染研究所で分析しまして、オミクロン株の潜伏期間は3日間のケースが最も多く、10日を超えることは極めて稀であるということから、オミクロン株の濃,縮濃厚接触者の待機期間を 日日から10日に短縮をすることといたたししました併せて、検査を組み合わせれば、一定の待機館間を経て、濃厚接触者のうち、陽性が判明する可能性は極めて低くなることが分かりましたので、自治体の判断により、社会機能維持者については、検査で陰性確認の上で待機間を 6日プラス検査回数ということで短縮をしているところでございますこうした濃厚接触者の待機期間はリスクを拡大しないということを前提として科学的知見の蓄積そして専門家のご意見も聞きながら決めているところでございます藤田文武君ありがとうございます今潜伏期間の話ありましたそのあたりが多分重点的に議論されているんだろうと思いますが これですね、1人の感染者さんがどれだけ、まあ、あの再感染あの、広げていくかということを前提に考えれば、それは3日よりも10日、10日よりも14日の方が、多分安全なんだろうと思います。しかしながら、先ほど申し上げたように、社会全体で誰がどこで感染しているかわからない、経路感染不明者が出てきて、しかも今、空気感染も起こっているんじゃないかという話も出てきている中で、この濃厚接触者の取り扱いというのの、 のバランスをどう取っていくかは非常に重要なハンドリングなので、これは政治決断の部類に入ってくると思っているわけです。で特にです、ね、今、現状を見れば、今、保健所がそもそも濃厚接触者を、まあ、ある種の認定をしていたわけです、以前は。しかしながら、今はです、ねもうあの、例えば沖縄ではです、ね、もう早いうちに濃厚接触者への連絡は新規陽性者が自分で判断してくださいというふうに運用上なっていて、そしてあの先ほどもありましたが、 もう東京では、ですねそれが広がって10人に1人が濃厚接触者だろうというふうにも言われていて、これ、甚大なるですね、まあ、社会機能の低下を及ぼす可能性が出てきているというわけであります。で特にですね、まあ、そうなってくると、濃厚接触者だろうけれども、濃厚接触者と、まあ、あんまり認めたくないよねと、たくさんしゃべったけれども、まあ、マスクしていたよねとか、まあ、そういう判断がもう行われていて、ですね本来、 隔離や行動制限をかける方が理想的なはずの濃厚接触者は、おそらくたくさん漏れ落ちていて、そして濃厚接触者とある種認定されてしまって、扱われた人はかなりの行動制限がかかるという、こういう不合理なことがまあ起こってしまっているわけであります。私たちはです、ね、そういうい状況をまあ危惧ししながらあの1つのメッセージとして 5類、2類から5類、または5類相当というまあ議論をまあしているわけでありますが、これ、5類というのは、感染症法のいわゆるひな形に入れてしまおうというのが5類ですね、5類相当というのは、今の新型インフルの枠組みの中で、オーダーメイドでアレンジしながら、5類相当に近づけようというまあ議論でありますが、私たちはこれ、後でも言いますが、保健所や保健所の,その管理の在り方、まあ、パンクしてますから、この保健所の役割、そして濃厚接触の在り方。 そしてこのあと応義務についてやりますが、そのあたりについて整理した方がいいよと、で、これはです、ね、私たちは、何もこのコロナをもうすでに軽視する段階に入ったんだと言いたいわけではありません。でそもそもこの感染症法というのは、この少ない感染者でしっかり隔離して、そして高い重症化率だから広がらないように、公衆衛生の力を最大限使おうというのが、これ、あの趣旨であったわけでありますが、もうすでにその前提が崩れていて、 多数の感染者、どこで誰が感染しているかわからない感染の仕方で、そして重症化率が少し低くなっているということで、早期発見、早期治療の段階に、早期発見、早期治療のために、医療へのアクセスをスムーズにする政策を最大限やった方がいいんじゃないかという問題意識で、これは後藤大臣にも理解していただいたところでございますが、この濃厚接触の行動制限をもうどこまで続けるか、その合理性は、 社会全体で見たときの合理性は、これ、低くなっているというふうに思うわけです、これ、一つのアイデアとしては、濃厚接触者が認定されても、PCR 検査を受けて陰性であればすぐに行動制限を解いてあげるということも考えよると思うんですが、このあたり、合理性、濃厚接触者の行動制限の合理性についてのご見解いただきたいと思います厚生労働大臣、後藤茂君あの今、委員からご指摘があった、あの オミクロン株の特徴、すなわち非常に感染力が強いし、重症化率が低い、可能性が高いという、そういうオミクロン株の特徴が、今の感染がこれまでの感染の形とだいぶ違ってきているということを、専門家の皆さんもご指摘をされているところであります。で、あの一般的に言うと、今、ご指摘があったように、濃厚接触者を特定して、 行動規制をかけていくということは、疫学的には大変効果のあることだという認識でございますけれども、今ご指摘があったように、オミクロンの特徴を踏まえて、感染が極度に拡大していくような形のときに、社会機能の維持の観点や、あるいは暮らしを支えるという観点から、 どのような判断をしていくかということは、まあ、しっかりと検討をしていく、先ほど総理からも、そうしたことも踏まえて、検討がいるという答弁をさせていただいておりますが、あの委員のおっしゃっている趣旨を理解しつつ、あの今後、どういうふうに社会的機能の維持も含めて考えていくか、オミクロン株の特徴、そして安全性、しっかりと踏まえて考えていきたいと思います。 藤田文武君ありがとうございます、もう繰り返しはお聞きしませんが、前向きに考えてくださるということで、受け止めます。であの我々その公衆衛生の機能を少し弱めてね、医療を前面に出したやり方をしていこうじゃないかと、早期発見、早期治療を重視しようというところで、この医師の応召義務について、少し見解を問いたいと思います。これ、応召義務というのは、まあ、お医者さんは来た患者さん見てくださいねそこに義務が生じますよという話ですけれども、ざっくり言うと。これがですね、まああの いくつかの通知で整理されているんですが、2020年の3月11日、えー、ごめんなさい、その前か、2019年12月25日には、これ、あの働き方医師の働き方改革に関する、まあ、あのことの記述の中で出てくるんですが、まあ、簡単に言うと、1類、2類の感染症については、応召義務の、まあ、除外規定のような、読み込める、まあ、そういう文書が出てます。それから2000あに 2020年の3月の11日には、とはいえ、発熱だけでは拒否しないでくださいねと書かれてあるんですね、なんですが、これあの、よく読み込むと、そういう専門的な医療機関に受診を、まあ、お勧めして、お譲りすることはできますよという見解なんです、つまり広い概念でいうと、発熱の外来を見ないということが、まあ、ある程度供養されてしまっているというのがあってで、私はですね、これ、結構現場でもやっぱり多いんです。 やっぱり難しい扱いをどうするかということで、その医療現場の方もできるだけ見たくないというこうインセンティブが排除できないんですよね、でこの応召義務についてのまず見解と、それからこれはね、私はできる限り町の診療所で見ていただいて、そして早期発見、早期治療につなげていくという体制を早く作らないことには、医療が機能しないんじゃないかなというふうに思うわけでありますが、この応召義務についての見解、いただけますか委員長厚生労働大臣、後藤茂之君。 医師法では、医師は正当な自由がなければ、診療を拒んではならないというふうに決まっております。まさにご指摘のあった、医師の応召義務の規定でございます。でこの応召義務に関しましては、患者が発熱等の症状を有しているということのみをもって、まさにご指摘のあったとおりで、その発熱ということだけをもって診療を拒むということは、正当の自由に当たる。 ととは考えられないことそれから仮に診療が困難な場合、例えばあのオミクロンに対する十分な防護体制がないような医院とかですねそう、そういう、それから診療・検査医療機関としての,その役割を担っていないような、そういうところについては、確かに正当な自由と解されることはあると思いますが、その場合でも、 必ず新型コロナ患者を診療可能な医療機関へ紹介するというところまでは、医師の保召義務としてやらなければならないということになっております。それから一部、医療界も含め、誤解があるとすれば、診察した患者が新型コロナ患者であるということが判明した場合であっても、 しっかりと防護の体制を取っているお医者さんは原則として濃厚接触,に接触者にはならないということでございまして、ご指摘のように、各医療機関においては、感染予防を徹底しつつ、できるかぎりの必要な診療をしっかり行っていくようにと考えておりまして。 また、発熱患者が診療検査を受けられる診療検査医療機関については、現在までたびたび医師会長にもお願いをし、それぞれの支部にも下ろしていただきまして、現在までに診療検査医療機関は3万5000か所と増やしておりまして、これからもしっかり機能するように努力していきたいと思います。 藤田文武君ありがとうございますもう一つね、重要な論点で、これ、感染症の分類をまああの5類相当とかの議論すると、必ず出てくるのが、2類から5類にしたら、医療費かかるようになるじゃないかと、こう言われるわけです。今ですね、2類相当ということで、これ、3割負担の部分は都道府県に基金があって、そこにこう不税措置がされていて、実質というか、無償化されていると、こういうスキームなんですけれども、これは別に5類相当のようにまあアレンジしてですね、 あのいわゆる分類を変えたとしても、これはまあ感染症法上のまあ立てつけはよく分かりますが、予算措置としてあの政治決断でこれできると思うんですね、つまり何を言いたいかというと、これ、お金、皆さんかかるようになるんで、二類のままなんですという、こういう論じを払られる方は、僕ははっきり言って間違ってると思うんですよ、でもっと言うと、そうやって分類を変えていくというステージがおそらく来るでしょう。来た時にそれ 予算措置しないんですかと問いたいわけです。これあのこれだけはっきりさせていただきたいんですが、いかがでしょうか。厚生労働大臣後藤茂之君。あの先生、委員のご指摘は、あの。いわゆる、感染症法上の、医療としての形状じゃなくて。一般医療として、保険医療適用させた上で。 そこに補助金を出せばいいじゃないかというまあご指摘なんだろうというふうに思います。であのもちろん感染症法上を法律改正をして、そしてコーヒーの補助規定みたいなものを入れるということは、あの立法論としてまではあの否定するところではありませんけれども、少なくとも今の感染症法上の仕組みから言いますと。えー 感染症法上の公費負担の規定がついているということについて言えば、やはり5、えーえー、類の相当というわけにはいかないということでございます。で、あのそれよりも、あ,のあんまりおこえ聞かれたこと以上のことをお答えするのもとも思うんですけれども、2、まあ、類になっていることの理由はあの、死亡率が例えば高いとかですね。 あの感染力が非常に高くて、もしかすると国民にどんどん広がってしまうかもしれないと、でそういうときに、例えば入院のお措置規定が使えるとか、検疫法上、分けられるだとか、特措法が適用できるだとか、あのそういうことのためには、やっぱり二類である、二類相当、五類にするとお、なかなか厳しいということも含めて、 トータルで考えなきゃならないということともう一つはあの法律改正なしにもちろん今の議論はやるということの前提でございます立法論としての考え方についてはいろいろあろうかと思います藤田文太君ありがとうございますこれあのどういうスキームでお金が措置されているかというのは国民あんまり関係なくてまあ要はお金かかるかかからないかという話なんですねだから現実に 法律が現実を振り回しいいけないと思うんですよ現実に合わせて法律論をちゃんと整理すればいいだけの話で、その頭でぜひやってほしいのと、最後にちょっと時間なくなってきたので1問だけあの、今ですねあの、5歳から11歳のワクチン接種について、やっぱり議論がいろんなところであります。でその中で これあの、予防接種法上の臨時接種特例として定めてられてて、まあ、いわゆる努力義務がかかっているわけです。でこれはです、ねまあ、5歳か11歳って自分で判断するのは非常に難しいし、自分でその情報を取るというところもなかなかままならない中で、これ、ワクチンでその率は置いといても、一定数はやっぱり副反応が出るわけですね。でそうややっって出た場合にやっぱり これは努力義務がかかっていることによって、どうしても打たないといけないんだろうという社会的なインセンティブがだいぶ働いていて、これ、良くないんじゃないかということが言えるわけでありますが、我々も提言でこの努力義務は、妊婦さん、これ、外れてますから、同じように外すべきであるというふうに思いますが、これについいてのご見解をいただけますか厚生労働大臣、後藤繁之君。 新型コロナワクチンの接種についてはあの個人予防のみならず集団予防の観点から実施するものでありましてまあ、原則としては感染症法上の予防接種をするときには努力義務を課すことといたしておりますただし5歳から11歳までの子供に対するワクチン接種への努力義務の適否については これは大変議論を専門家の間でもしているところであります。新型コロナのまん延の状況、接種の有効性や安全性を、子どもの観点から見て、どういうふうに踏まえるか、労働省の今、審議会、厚生審議会の方でも、議論を集中して行っております。いずれににししててもあの妊婦につきましては 当初はいわゆる調査が全然やられていなかったということで、努力義務が外されているのは、先生のご指摘のとおりでありますけれども、一応、子どもについては、そういう知見も行ってはおります。で、そのへんのところは、今、非常に大きな議論になっておりますので。 えーえーえー、もうすばしばらく審、えー、議会で検討したところでここは子どもの健康と将来の安全に関わる問題なのでしっかりと専門家の意見を聞いて進めたいと思います藤田文太君小藤大臣ありがとうございます非常に立地的な判断をされるあの大臣ですのであの頼りにしておりますのでよろしくお願いいたします午後に続かしていただきます午後1時から委員会を再開することとしこの際休憩いたします